竹尾猫とよろ。いや、それは気が早すぎるでしょ。まだ年末っすよ。年明けに見ている人読み行動っすよ。ポケモンやってそう。抹茶版はこの辺で、わよわお抹茶です。今回はちょっとした企画を準備してきやした。年末最後の企画動画、一体何でしょうね。切れたんだよ。ふふふ、今回の企画は干支に関係したものですよ。はあ、確か今年は犬年だったから、来年は猪年だよね。正解。つまりは犬と、それに関したモンスターを気持ちよく討伐して、すがすがしい気分になろうっていう企画です。なるほどな。確かに、年末年始向けな企画っすね。できるだけ気持ちよく勝ってくれよな。頼むよ頼むよ。それでですね、実はこの企画にうってつけのクエストがあるんですよ。それがこちら。近代校狩猟以来獣、狩猟対象が近代校とドスパンゴって、まさに犬とイノシシじゃねえか。そう、今やらないでいつやるんだって話ですよ。ということで今回はこれをいきます。それと今回はエリア移動がないので、最初に装備を紹介しておきます。ででーん、いわゆるフルバカンスの装備っすね。見てて一番気持ちよさそうなのはフルバだからだそうです。ド派手にひるむし、きっと見ていて気持ちいいはず。ちなみに5石でいいやつを持っているので、弱得もおまけでつけられました。はい、すっごいお守り。それと画勢はいらない感じなんすね。ほとんどが GP で防げますからね。あとはいなし処理するので大丈夫なのです。それじゃ説明もある程度済んだことだし、長話をしていてもしょうがないので早速いきますよ。いくいく、ゴーゴー。ということで遠野秘境にやってまいりました。今回は腕に覚えがあるお供2匹を連れてきています。なんかいろいろとツッコミどころ満載ですね。そのお供、片方は上半身に比べて下半身が貧弱すぎるやべえやつ、もう片方は片手剣のやべえやつですからね。これは勝つる。なんだか一人で10人力くらい出せそうなの混ざってんの。よし、煙玉を使ったら急いで所定の位置につきます。これが失敗するとリタイア案件ですからね。うん、今回は大丈夫そうかな。これ。わ、わ。切ったねえ罠の置き方。恥ずかしくないの。今のネタを理解したキリタンも汚いっすよ。あ、ふーん。そしてここに一直線で突っ込んできます。数秒間だけ落とし穴には入らないので、今のうちにブレイブレージを貯めていきましょう。ガンダースは、攻撃4発だけで、ブレイブ状態になれるからね。落とし穴フルバリンチやめろ、ナイス。あ、これは絵面がひどい。だけどケツにフルバーストをぶち込んでやるぜ。ああ、ガラニャが吹き飛んでいった。でも、これも作戦の一環なんすよね。お供が睡眠武器なんですけど、めっちゃすぐ眠らせるんですよね。それだと都合が悪いので、睡眠を遅らせるために吹き飛ばしたりしています。って話をしたけど、どうやら眠っていたらしい。さすが久保太斗先生、催眠能力が高い。腕利きのお供などではあるな。秒で相手を眠らせるだなんて恐ろしいよ。よっしゃ、ダイダウン。フルバも相当火力があるのでね。これは価値格演出ってやつですよ。そして起き上がったところにラストのフルバースト。ひとまずイノシシは綺麗に終わりましたね。やりますね。そして、わずかに足りていなかった狩技ゲージも回収。残りの近代鋼もスムーズに生まれる予感。発見状態になったのですかさず発動。近代鋼、攻めをやるのに3分もかからねえぜ。犠牲だけはいいにごりちゃやろ。かけさせどうなることやら。まあまあ任せとけって、おまけにやべえやつも2匹いますからね。あ、そういえば今更だけど、そもそもなんでお供を連れてきてるの。ソロでもよくないっすかね。これ真面目な話をすると、猫ってネズミに騙されて糸になれなかった、そういう話が日本にありますよね。なのでネズミに殺意を抱いてると思うので、今回同行させました。犬とイノシシへのただの八つ当たりでくっさ。まあつまりは猫も糸に関係していますからね。そこら辺が連れてきている理由かな。ふん、まあ企画に沿って連れてこられてるしいいんじゃないかな。あ、これは大放電的なやつ。転ばなかったので素直に諦めて距離を取ります。車が前段ジットじゃなかったな。ちなみに GP だとめっちゃ抜け取っちゃうらしいです。 GP にはすでが定義がついているんですけど、ダメなんすよね。そして転ばせられたし、結果的に取り替えてたな。やりますね。そして余裕があるので、推理の2回、装填数6段によるブレイブフルバーストは強靭、無敵、最強。叩きつけフル装填する側は大胆 GP 以上のダメージを出せますからね。恐ろしく強いんです。そして振り向きざまに叩きつけを入れてみるけど、ひるまないっすね。多分切り上げで転んでくれそう。ああ、どうだろう。それでちょうどよく転倒できたら、めっちゃ気持ちいいけどね。一か八か、やらぬ後悔よりある後悔、くらえ。やりますね。やるよ。頭突きに対してのカウンターが綺麗に決まったな。まあこんなの真っ先にかかればお茶の子再開ですね。お茶、言わせねえよ。ごめんなさい。お茶、言わせねえよ。月のねえ野郎だ。あ、これは眠り状態だけど気にせず殴らせていただきます。起き上がった時の威嚇も美味しいんすよね。そして距離が足りなければ叩きループ。攻撃しながら距離を縮められます。はい。フルバガンスだからって、月を全く使わないわけでもないんすね。そしてフル装填フルバによるダイダウン。やめろ、ナイス。暴行するかと思ってビクビクしてたけど来なかったっすね。戦闘はまた前段装填で撃てますね。超帯電状態じゃないとしないんでしょうね。そして大回転はフレーム回避決めていき、ふふふ。足の方がガラ空きだぜ、イヌシコロ。ワンワンは抜き上がれ。やりますね。もはや戦闘祭りでくさ。まさにフルバッコだぞ。しかしながらさっきの嫉妬はリスキーでヒヤヒヤした。いくら上位とハイエ結構食らいますからね。あ、切れ味緑に落ちたけどどうするんすか。言うてフルバメインだから飛ばない感じっすかね。恩恵をあまり感じられないので、飛ぶことによって討伐が遅くなるので飛びません。このまま押し切ります。フルバ特有の流れ、切れ味回復なんてなかったんや。飛ぶならフルバだ。まあただ大放電だったけどフルバ、戦闘できたし、これは非常に大きい。マジでめっちゃ転ぶなこいつ。最後に、渾身の一発決めたり、おっしゃの右手にぶち込んでやるぜ。
やったー、3分33秒。結構綺麗に早く枯れたんじゃないですかね。僕は満足です。地盤も最小限だし、転倒も多かった。見てて気持ちよかったぜ。ということで今回はこの辺で、皆さんも良いお年にしちゃってください。お茶言わせねえよ。好きのねえ野郎だ。それじゃ面白かったら高評価、お願いします。そんじゃ、あざしたー。バイバーイ。